どういうことだ。ねえ、ヘルカ、聞いてる？あ、うん、聞いてるよ。これは梨だね。美味しそうに熟れてるよ。梨？あると思うけど。味見してみてよ。食べると喉詰まらせるよ。全然平気だよ。難しい言葉を知ってるね。おかわりある？まだこんなのじゃ足りないよ。もちろんだよ。取ってくるね。お、ない。梨だけじゃ物足りないよね。そうだ。見つけた。これでよしっと。おかえり。たくさん持ってきたね。うん、おいしそうな香りがするものを選んできたよ。どうぞ召し上がれ。わかった。いただきます。おお、これは甘い。あ、待って。どうしたの？ヘルガも。そういう意味じゃなくて、
イチジクはね、皮むいて食べた方が美味しいよ。そうなの。皮にも栄養が含まれていると。確かにそうだけど、まずは美味しく食べてほしいな。わかった。ヘルガがそう言うなら。そうそう、その調子で。先からバナナみたいに種みたいなのが出てきたらかじりつくんだよ。これでいいのかな。いただきます。気に入ってくれてよかった。あ、キウイも皮むいた方が美味しいよ。そうなんだ。やってみる。大丈夫？うん、びっくりしただけだよ。でも慣れてきたら美味しいね。まだまだたくさんあるからね。そんなにも気に入ってくれたんだ。嬉しいな。うん、トキコにも味見してほしいな。トキコ？フーマトキコ、いろいろ料理作ってくれる人だよ。いつもお世話になってるからお礼しなきゃ。なるほど、あの隊長の。料理上手なんだね。だったら果物をたくさん持って帰ればいろいろなお菓子を作ってくれそうだね。お菓子？いっぱい持って帰らなきゃね。備蓄も作ってもらわないと。わかった。お土産いっぱい持って帰ってたくさんお菓子を作ってもらおうね。うん、とても楽しみだね。やっぱりトキコの作ったものはおいしいね。でも、みんなが笑ってるのは、なんでだ？
だろう。ああ、懐かしいな。ヘルが食べないの？ありがとう。いただくね。なかなかね。